ドンミシはるか、ことね、まほ、私たちはチェゴです。はい、ということで今回の企画はダンシングジェスチャーゲームはい、ということでこちらはフィッシャーズさんがやられていた企画なんですけれども、ルールとしましては最初からサビの終わりまでをダンシングジェスチャーゲームということでダンスしながら表現をしていただきます。例えば歌うみたいな感じだったらこうみたいな。お花とかあったらこうみたいな感じでお花それが適当にね自分たちのダンス歴を生かしてそれぞれ表現していきたいと思いますが、1人が踊って2人がそれを見て答えるというのを順番にやっていきたいと思います。はい、それを2セット行いますので、それでは披露していきたいと思います。はい、レッツチェンゴー。それではまほいきます。はい、本当の振り付けはやっちゃダメです。はい、わかりました。お、ギター結構かっこいい系じゃない？何それ、攻撃明るくなさそうな曲。メガネを見つけた恋ハート。何？恥ずかしいの？転んで恥ずかしい。眩しい。行かないで。疲れてんな。何それ？君何それ、ボディ歌っちゃう。マジでわかんないね。あ、泣いてる。多くないこれ、ね、あ、抱きしめて離さない。また抱きしめたあなた。何それ、終わり？マジでわからん。わかんない。怖くない？わかんないかな。結構有名だし、みんなわかると思う。あいみょんさんの麦わら帽子。麦わら帽子っていう名前ではない。合ってる、もしかして？合ってる。合ってるけどマリン。正解。すごい。これでさ、麦わら帽子。そう、やっぱそれは麦わらの。そういうことね。あなた。でもテンポは遅そう。またギター。もうね、分かっちゃった。嘘でしょ？もう分かっちゃった。なんで？分かる気がする。すごくない？でも絶対分かる。もう分かった。分かる。マジで分かんない。サビが冒頭に来る曲ってことだよね。あー、確かに。何それ。キラキラ。ライト。終わりー。わかんない。最初のめっちゃ冒頭で分かってたよね。なんか最初の始まり、最初ゆっくりからさ、早くなったじゃん。それが魔法の中であれだと思ったんだよね。早っ。それで分かったの？なんだっけ、漢字が3文字なんだけど。漢字が3文字なんだけど分かんないの。漢字読めないの。リサさんのなんか紅しょうがみたいな。漢字が分かんない。それ分かんない。で、歌っていい？どうしたって消せない。絶対魔法そうだったもん。最初ゆっくりから進めー。そういうことね。それがめっちゃ進んでるからそうだと思う。ファイナルアンサーですか？魔法は。じゃあファイナルアンサーで。正解。絶対そうだと思った。次いきまーす。はい。じゃんけん負けだね。熱い。あ、もうわかんじゃね。わかんじゃん、わかんじゃん。え、わかんない。え、わかっちゃったんだけど、これ動画的に大丈夫かな。そう、わかっちゃった。わかっちゃった。いいよ、いいよ、いいよ。待って、はるか、はるかか。今パプリカ。おいおい、言っちゃったよ。パプリカ。正解。種まいてましたよね。種まいてましたよね。それ分かった。え、すごい。まず最初なんかジャンケンみたいな声入ってたからジャンケン。あ、そうなんだ。そう。でその後なんかタラチャチャ影が立つってやってたから影が立つ。そういうことね。そうそうそう。魔法が強い。おー、じゃあそんな強い魔法行ってこい。もう一回行ってきます。え、わかるかな。うん。お、悲しいところから入りました。またなんか、また同じじゃない？同じじゃない？え、2020。え何今の。ん何今の。時計、時計、今の時計、今の時計。終わっちゃった。わかる？マジでわかんない。でもこれは意味はわかるでしょ、やりたいこと。時計です。あ、違うかな。言ってみて。違う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 。え、マジでわかんない。ちょっとギブ。本当に？タイトルがわかんない。それレバーフロー。ああ、失礼いたしました。そっちかー。次ダメだ。いくよ。はい、はるかのターン。お、またギター。やっぱギター多めですね。ドラム。ピアノ。始まりは多分ドゥン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 って感じなんだよね。テンポ速そう。めっちゃ何ぐじゅぐじゅぐじゅやで。ああ、いや多いね、多いね。ドラムが多いね。なるほど。わかんない。叫んでる。わー、なんかさっきから同じことばっかやってる。わかるわかる。多分繰り返されるんじゃない、もしかして。またドラムだ。待って、合ってるかな。ちょっともう候補があるんだよね。悪い。本当にわかんない。これは難しかった。これは難しいわ。ちょっともうドラムでしかないけど、ロキ。夏祭り。違う。スタジオで一回踊った。本当？答え言うよ。惑星ループ。なんだっけ。それは表現がしくておかしくない？銀河の隅で惑星はぐるぐる回る。だからはるかはこれをやりそうになっちゃった。じゃあ宇宙めっちゃ近かったじゃん。近かっためっちゃ。いきます。はい。あ、待って、もう分かった。ちょっと歌った？歌ってないよ。いや、自分がねえ。ああ、もう分かった分かった。え、もう言いたい。え、これってさ、共有しちゃいけないの？いいの。分かった。じゃあ2人で共有した。メイクユーハッピー。正解。その笑顔見てる。あと。もうねえ何見てよくそこ分かったね。分かった。すごっ。はい、ということでジェスチャーゲーム無事終わりました。イエーイ。うち両方とも2人ともすごかったよね。うちの曲両方とも2人ともすごかったよね。うまい。この表現力がこのゲーム楽しくて普通にもっともっとやりたい。てかもう全然2人のやつ全然うち分かんなかった。悔しいよ。難しい。2曲目とか特に。でも楽しかった。なので好評だったらもう一回第2弾もやりたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、ゼゴでした。バイバイ。